こんにちは、リリムの伊藤直樹です。今回ご紹介するスネアドラムは、ナンバリングでいうとリリムの、シャープ16番になりますね。16番の、バーチシェル、バーチの、8プライの、サイズがですね、14インチ ×5.75 インチ、のスネアドラムになります。これはですね、これまでに、ご紹介してきた中でのシャープ12番、13インチの軽量化を図った、スネアドラム。それが、副産物的に思いのほか 音が良かったっていうのがまず一つにありまして、それと、シャープ11番、メープルの、14×5.75 インチのスネア。これが非常に、オールラウンドの、なスネアドラムだったというところで、その両方のいいとこ取りをしてみようと。いうところで、バーチシェルを採用して、サイズを 14×5.75 インチというサイズに、デザインしました。その他スペック的には、フープは、1.6mm、やや薄めの 1.6mm のフープ、でテンションも8テンションにしました。でストレーナーはインディチューブラグ、この辺は他と変わらないですけれども。でスナッピーがですね、イコライザーという、ピュアサウンドのイコライザーというシリーズの、真ん中がちょっと空いているタイプのスナッピーで、6本ずつ、6本あって、真ん中空いてて、また6本という、12本の、タイプのスナッピーを採用しています。このスネアの、狙い的にはですね、より使いやすさもありつつ、柔らかく、でも、なんていうんですかね、中低音が充実してる、ちょっと重心の低いだけど柔らかい、なんですかね、全体のセットだったり、音楽に非常に馴染みやすい、スネアにならないかなと思ってスペックをデザインしました。狙い通りといいますか、11番でも、お話ししましたけれども、これも、より歌物に馴染みやすいといいますか、他の楽器を邪魔しないスネアになっていると思います。もう先ほどのそのスナッピーも、そのイクライダーというタイプ、これがですね、割と他の、例えばドラムセットの中でいう、例えばタムだったりキックだったりと、どうしてもスナッピーって共鳴してしまって、他のドラムを叩いた時でもザーッとなってしまう、これはある程度防げないんですけれども、その中でもこのタイプのスナッピーは、若干それを軽減できる、そういう特徴を持っているので、非常にセットにも馴染みやすく、音楽にも溶け込みやすい、スネアドラムになっています。詳しいスペックはホームページをご覧ください。